ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、デフロスターコンサルタントというテーマでお話ししていきます。まず最初にですね、僕の個別相談に来た方から先日フィードバックをいただいたので、まずはそれをですね、シェアしていきたいと思います。じゃあ読み上げます。 この度はズームコンサルありがとうございました。僕が100万以上コンサルを受けても得られなかった情報を細かく教えていただいて大変勉強になりました。また、高単価の商品の作り方、現状高単価商品できない原因を指摘いただきました。今僕がやるべきことを明確に教えていただき、少しずつ行動に移しています。今回は本当にありがとうございましたと。まあ、こんな感じでフィードバックをね、いただいたわけですけど、 まあ多くの人はですね、自分が何をすればいいのかわからない。特にまあ僕のところに相談来る人っていうのは、何が商品できるのかよくわからないみたいな人が多いんですよね。なので、その、そもそも、どういうふうにね、商品を作ればいいのかというか、自分には何の商品もないとかっていう形で、そこでもう全てが止まってしまう。だからコンテンツ販売とか、やりたくても商品作れませんとかってね、いうふうになるわけですよ。どんなにこう知識を入れたとしても、自分にね、商品できるものがないって、 思っていたら、まあ、商品なんか作れないわけですね。だからそういったものを僕はいろいろヒアリングしながら、こういうのどうですかとかってね、提案したりとか、これだったらこうね、えっ、ー、と、高額で売れそうですねとかって、いろいろ提案してあげるわけですね。そして、そこに至るまで、どういうプロセスで流れ作りをしていけば、その最終的なバックエンドが売れるのかみたいなことを、ま、大体2時間から3時間ぐらいの間でね、話をするんですけど、 まあ、ほとんどの人がですね、なんか方向性が見えましたとか、霧が晴れましたって言うんですよね。なので、あの、本当に、まさに何ですか、その霧が晴れるというか、車を運転する人ってわかると思うんですけど、フロントガラスが曇ったら、あの、デフロスターってかけるじゃないですか。デフロスターのスイッチ入れて、エアコンかけるとこうね、その曇ってるフロントガラスがこう、晴れていくみたいな。 まさになんかそんなような感じなんで、僕は本当にそれがすごい得意っていうかね、人よりも多分上手にできるんだろうなっていう自覚はあるんですけど、僕自身がやっぱり自分でいっぱいコンテンツ作ってるんで、他人のコンテンツのアイディアを出すのも得意なんですね。なので、こういうのどうですかこういうのもネタになりますねっていう、あ、確かにそうですねみたいな感じになるわけですよ。でもやっぱりそういうね具体的なことをしてあげないと動けない。 多くの人が、そのね、えー、なかなか行動できないっていうのはもちろんサボったりとか、メンタルブロックがあったりとかっていうのもあるんですけど、一番は方向性がわからないわけですね。その、もう、霧の中を歩いているような状態。自分がどっちに向かって歩いていけばいいのかもわかんない。そして、選択肢が多いと、やることがいっぱいありすぎて何をどうすればいいのかってわかんないって状態になると、人間って動けなくなるんですね。だから選択肢が多すぎるとか、情報が多すぎると、逆に混乱を招いて動けなくなってしまうわけですよ。 で、この人もですね、自分が何、何が問題なのかっても全くま把握できてなかったですし、そもそも何が問題なのかを把握できてないから、何を改善すればいいのか分からないみたいな。で僕たちみたいな、まあ、コンサルみたいなことをやってる人たちは、基本的にお医者さんみたいなもんなんで、それをこうヒアリングして、まずは症状を診断するわけですね。こうですねって。じゃあそれに対して、じゃあこういう処方箋を出してあげて、こういう薬ありますよみたいな感じで、まあ、いわゆるその具体的なアドバイスをしてあげるわけですよ。 で、まあ、この人のね、え、言及の中にもありましたけど、過去に100万近くね、コンサルに申し込んでとかって、全然っていう話をしてたんですけど、やっぱりその具体的なアドバイスをしてくれる人が誰もいなかったって言ってたんですよね。ちょっとま、話が本題とそれるかもしれないんですけど、まあ、そういうツイッターとかでね、まあ、いわゆるその、なんちゃってコンサルみたいな人とか、ね、なんちゃって自称マーケターみたいな人とかって結構いると思うんですけど、まあ、そういう人たちなんですね。結局その、この人が依頼してたのは。 そういう人たちってこう実体験が伴ってないから具体的なアドバイスができないわけですよ。要するになんかこう、情報発信を見ると大体見極められるんですけど、なんかそれっぽいことを言ってるけど、全然なんか情報発信が上滑りしてるというか、経験が伴ってないわけですね。例えば自分が全然コンテンツ販売やったことないのに、コンテンツ販売で稼ぐ方法みたいなね、発信をしてる人っていうのは、そこにこう実体験が伴ってないから、すごく上滑りした情報発信になるわけですよ。 でそういう人から習ってもですね、本人が体験がないから具体的なアドバイスはできないわけですね。理論とか、なんか情報とかね。まあ、どこでも誰でも言ってるようなこと。なんか、プレイプ4がどうだとかね。変更性の法則がどうだとかって、そういうことしか言えない。だから発信を見ていて、非常に発信がありきたりで、他と同じようなことしか言ってないような人っていうのは、結局、実体験が伴ってない可能性は高い。 実際自分がプレイヤーとして活動していたら、いろんなそういうね、具体的な事例にぶち当たったりとか、そこでいろいろ自分なりに考えたりとかっていう風になるんで、引き出しも増えてきますし、こういう時はこういう風に対処した方がいいよみたいな具体的なアドバイスもね、できるようになるわけですよ。具体的なアドバイスがないっていうのは自分がやったことがないから、具体的に言えないっていうだけなんで、その辺のね、まあそもそも Twitter にいる人たちって大半がそういう変な人が多いので、ちょっとそれは気をつけておいた方がいいかなと思うんですけど、ちょっと本題とそれるんでね、そこはもうあんまり詳しくは話しませんけど、 まあそういうような感じなんですね。だから本当と100万円のコンサルを受けて半年か1年ぐらいだったと思うんですけど、全然そういうアドバイスは1回もなかったですけど、僕のところに来て本当に2時間ぐらいで全部そう霧が晴れましたみたいなね、感じで言ってくれたんですけど、結局その以前にも話したプレイヤー型コンサルとね、その監督型コンサルがいたた時に、やっぱりプレイヤー型コンサルの方がいいわけですよ。その実体験が伴っているから。 コンテンツ販売ならコンテンツ販売でをやったことがある人、実際プレイヤーとして活動している人、で、それなりにやっぱりうまくいってる人から習えばですね、引き出しも多いし、経験も豊富だしっていうところで、よりそういうね、ピンポイントに自分に合ったアドバイスとかをもらえるっていうところがあると思うんですけど、かたやその、いわゆる監督型コンサル。自分はプレイヤーとして活動してないけど、知識とか情報だけ知ってるみたいな人っていうのは、そういう、なんで、例えばデータがどうだとか、そういう話はできるけども、具体的にじゃあこう,こうしたらどうですかみたいなことは、 ま、詳しく言えないみたいなね、感じになってしまうんで、そういったところも一つの見極めるポイントかなと思うんですよ。で、この、ま、コンサルの役目。結局、その、人間ってね、走れるような状態にしてあげたら、勝手に走るんですよ。こう、自走できるような状態。で、その自走できるような状態にしてあげるのが僕たちみたいなね、人間の役目で、その中の条件の一つとして、霧を晴らしてあげるっていうのはね、あるわけですよ。 実際その霧の中とか真っ暗闇の中歩いていたら怖いじゃないですか。どこで何にぶつかるかもわかんないしってね、いうような状態だったら怖くて動けないわけですよ。でもそれがこう霧が晴れたりとかね、夜が明けたりして視界がこう開けてきたら、その怖さもなくなると思うんですね。普通に歩けると思うんですよ。で、それがやっぱりその多くの人が何をどうすればいいのかわかんない。情報が多すぎるし、やることが多すぎて、複雑すぎて訳がわからないみたいなね。状態で全く動けないとなる でそういう時に、じゃあそもそも自分の根本的な問題は何なのかってところをしっかりと聞き出してあげて、それに対する解決策を提示してあげるとか。商品が作れない、商品のネタがないって言うんだったら、じゃあこういう商品どうですかで、この商品はこういうふうにやっていけば、で、こういうところで売れば売れますねとかって言ってあげたら、こう、点と点が線で繋がるみたいなね。あ、そうやって流れ作るのかみたいなのが見えてくるわけですよ。で、それ以降のまあ具体的な行動なんかはちょっとね、一回国旗のコンサルでは、いま、すべてね。 フォローすることはできないんで、あとは自分でやってもらうような形になるんですけど、でもその一回国旗の2時間とかの話の中だけでもうそういう、まあいわゆるその動線と言われるものだったりとかっていうのはできるわけですね。で、それを見せてあげて、もうそこで、まあ自分で行動できる人はもうそれだけでいけるんですね。だから、もう、あとは放っておいても、もう勝手に、まあ特に自分のやりたいことだったら、やりたいことって楽しいから、もう自発的に行動するわけですよ。だからあとは道筋を示してあげるだけみたいな。 感じなんですね、まあ、コンサルの世界ではそういうね個別相談とかに来たらあんまり教えすぎるなって言われてるんですねセオリーとして教えすぎたらはい分かりました自分でやってみますとかって言われて商品が売れないからって言われるんですけど、まあ、それって本当にクライアントのためなのかなみたいなところも考えた方がよくてね我々はやっぱりそのクライアントが成果を出させるっていうところが、まあ、役目であり宿命であるみたいなところだと思うんですけどじゃあ別に自分の商品買わなくてもねクライアントが ね、えー、成果出ればいいじゃんと。この自分の一回コッキーの個別相談に来て、それでアドバイス聞いて、分かりました自分でやってみますって言って、それで成果出たら、それで良くないですかって話なんですね。結局、ね、売れなかったら嫌だっていうのは、クライアントのことを考えているというよりは自分の売り上げを考えているわけですよ。売りたいから、本当は教えられるのに教えないみたいなね。っていうのはちょっとそれは人として、あり方としてどうかなと。まあ、これはあくまで僕の持論なんで、 受け入れる必要はないんですけど、結局クライアントのためと言いながら、本心は自分の売り上げのことしか考えてないみたいな。だからある意味僕はこう、ね、そこでアドバイス全部出してあげてもいいと思うんですよ。もう8割9割の人は一人でできないですかそれでも。道筋を示しても、具体的なじゃあ情報発信どういう発信していけばいいのかとかって、やっぱりやってみてもね、分かんないし、できないから。で、そこでやっぱりね、信頼を作っておけば、あの人に相談すればね、きっと助けてくれるの違いないって言って戻ってきてくれるんですね。 以前に話したブーメランマーケティングみたいな、そういう状態になるんで。なので、まあ、そこでね、とにかく、なんていうんですかね、相手にこう、道筋を示してあげて、切りを晴らしてあげる。まあ、そういうようなことをしてあげるのが一番ね、大事かなと思うんです。だからその情報とか、それこそさっきの、ね、監督型コンサルとか、そういう理論とかね、実体験が伴ってない人は、まあ、情報をあげれるわけですけど、情報なんか別にその人から聞かなくてもね、 まあネット上にいっぱい落ちてるわけだし、そういう本買ったりとかね、オンライン講座を受けたりとかすれば手に入るわけだから。情報だけではなくて、なぜそのマンツーマンでサポートするかっていうと、具体的なピンポイントなアドバイスとかサポートが必要だからですね。だそこをしっかりと意識してやっていかないと、まあコンサルタントのあり方みたいなのも、ちょっとね、えー、違ってくるんじゃないかと思うので。まあちょっと今回はね、えー、よくわからないテーマになってしまったんですけど、やっぱりこの、 ね、えー、道筋が見えない人。まあ、とにかくそういう、まあ、誰かに相談する、客観的に見てもらうっていうのはすごく大事だと思うんで、そうするとね、今まで見えなかった自分の持ってなかった視点みたいなものが手に入るんで、そうするとこう走れるようになりますから。まあ、そういう人は一人であんまり考え込まずに誰かに相談するっていうのもありだと思います。